趣旨の説明を聴取いたします。よろしいですか。いいですか。岸防衛大臣。ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げたいと思います。防衛省職員の給与について本年度の官民格差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。以上がこの法律案の提案理由であります。次にこの法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます。人事院勧告の趣旨を踏まえて防衛大学校及び防衛医科大学校の学生にかかる期末手当について引き下げることとしております。なお自衛官及び事務官等の期末手当の支給割合の引き下げにつきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって一般職の職員と同様の改定が防衛省の職員についても行われることとなります。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。何卒慎重ご審議の上速やかにご賛同あらんことをよろしくお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る19日木曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会といたします。